り落とされそう。騎士とかの上を走るような感じ。はい。視線を感じるんですよね。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、通らず橋に来ております、うん。こちらの場所なんですけど、ま、何度も地震があるような場所、うん、で、ま、下に、通らず渓谷っていう、ま、渓谷があるんですけど、なるほど。この橋から、うん、その渓谷に向かって飛び降りるみたいですね。この場所ね、めっちゃ怖いっすよ、マジで。通る瞬間に、怖って思わず言っちゃいました。インパクトめちゃめちゃ強いです。見てください。これすごいよ。これはマジで怖い。全然振りでも何でもなくて、もうまずこの違和感に気づいてほしいんですけど、見てくださいね。過去一のフェンスの高さ、はい、そうですね、まあ、4メートルかな。だいたい3メートルで統一されてるんですよ。4メートルなんですよ。でプラスね、これ防犯カメラ設置されてるんですよ。だから何、今までもあったやんですよね。確かにそうなんですよ。確かにそうなんですけど、僕たちこういった橋もう100個以上見てるんですよ。ただこの短さで、なんていうんかな、まあ住宅街まではいかないですけど、普通にこの民家の中にある橋というか、そのレベルの橋なんですけど、ここまでこんなちっちゃい橋にガチガチ防止策してるとこないっす。そうですね。すなわちめちゃめちゃ多いんですよ。でもう絶対おるんやろなっていう嫌な感じがもうひしひし伝わってくるというか、最近でしょこれ。もう今年ちゃう？綺麗ですね。めっちゃ綺麗です。いやここ1年やと思うよ。5年は経ってない。高さはそんなことないんや。まあ、20メーターってとこですね。まあ、まあ全国って、まあ、この説明一応しとこうかなと思うんですけど、心霊スポットって言われるところがもう無数にあるわけですよ。群馬県だけでも200件近くの心霊スポットがあって、で僕たちそこからもうめちゃめちゃ抜粋してはいくんですけど、やっぱり極力地元の皆さんが知ってるような場所を僕も撮っていきたいんですよね。本当の心霊スポットなんかって言われたら、まあ、噂に過ぎないわけですよ。まあ、実際ただの橋であったりとか、ただの廃墟やったみたいなこともこれ全然あるわけで、だ僕たちが行って何もなかったって、もしかしたら僕たちには何も感じなかったっていうことももちろんなんですけど、それプラスそこはそうじゃないっていうのがもうほとんど、そういうふうに思ってください。なので本当にやばい場所ってこういうふうにもうめっちゃ伝わってくるんですよ。だから基本的に僕たちがまとめ動画にしてるところっていうのは、もちろん心霊スポットって言われて霊がたくさんいるところもあります。ただほとんどのところがもう普通の道、そういうふうに考えてもらえたらいいかな。何が言いたいかって、ほんまにやばい場所って行けば分かるんですよね。僕なんか全然めちゃめちゃ霊感強いとかそんなわけじゃなくて、もうちょっぴり霊感があるぐらいの話だと思うんですけど、ほんまにこういうすごい場所って霊感あるなし関係なくて、やっぱ来たら誰でもそういう風に感じる場所なんですよ。すごいよ、怖い。ちょっと今カメラを切り替えてですね、検証していきたいと思います。はい、というわけで、ディエゴ一人タイムやっていきたいと思います。で、線香もつけてあります。で、同時にですね、トリフィールドを使っていきたいと思います。トリフィールドっていうのはですね、霊は
霊っていうのは電磁エネルギーで形成されていると言われてまして、その、電磁波を数値化してくれるアイテムのことです。音で知らせてくれるので、これはポケットに入れておきます。はい、というわけでいきましょう。まあ、先ほど2人で回ってる時は僕は特に違和感を感じることはできなかったです。ゴマ線香を焚いてるんですけど、このゴマ線香っていうのはですね、霊が最も好む好物らしくてですね、まあ、手土産になると同時に、まあ、周辺にいる霊も全て寄ってくると言われております。お、トリフィールド今一瞬反応しましたね。え、ちょっと線香置かせてもらって、おっと待ってくださいね、トリフィールド反応します。今結構反応してたんだけどな。こんばんは。あれ、今一瞬だけ反応したんだけどな。通ったってことですか。はい、というわけでこの場所でスピードボックスやっていきたいと思います。行きまーす。こんばんは。誰かいらっしゃいますか。先ほどこの辺でトリフィールドが反応したのですが、誰か通られましたか。こんばんは。スピリットボックスは全く反応がないですね。じゃあこのまま渡り切って矢川さんと交代したいと思います。はい、ということで、交代しました。ごま線香を焚きながらスピリットボックスで会話をしていきたいなと思います。よかったら僕とお話しませんか。ちょっとうるさくなるんですけど、もしよかったらお話してください。こんばんは、ヤガズと申します。よいしょ。ゆっくりでいいので僕と話してもらえませんか。まあちょっとその場所から動けない方がいるかもしれないんで、僕から探しに行きたいなと思います。やっぱりその場から動けなかったりとか、中には歩けない方も多いと思うので、というかこれそうですよね。さっきノータッチで気づかなかったんですけど、ここがくくられた分で添えられてた花が、まあ、ちょっと風によって飛ばされたのかなと思います。帰りに見直しましょう。はい、ちょっとスピリットボックス長めにやってみたんですが、反応はなさそうなので、特にまあちょっとこれ以上は検証は続けれないですね。
この場所の恐怖レベルはどれくらいですか？そうですね、まあ、ちょっと3でお願いします。はい。なんかね、いや怖いですよ。その怖いっていうのは、ここに何がいるのかは分からないですけど、何かそれを促すような悪いものをやっぱ感じてしまうんですけど、それと同時にちょっとやっぱ悲しさが残る橋ですね。はい、行きましょう。お疲れ様です。こんばんは。園原ダムに来ております。はい。でこちらの場所なんですけど、ダムと吊り橋とあとトンネルがセットになってるんですけど。なるほど。この場所で、作業してた方が、まあ、このダム建設中に亡くなったと言われていて、まあ、その慰霊碑があるんですけど、そこで、まあ、カメラで映像や写真を撮ると霊が映ると言われています。ほんまにそれだけ？はい。俺は今から、まあ、吊り橋、はい、まあ、を映すんですよね。ただこの吊り橋、身投げの名所だと思ってます。あるものが目に入って、あ、ここそうなんやって確信に変わりました。見てください。はい、これですね。まあこの池周辺で不審者、不審物を発見した場合、まあ報告してくださいと。これディエゴさん見覚えありますよね？そうですね、うん、これはもうニュアンスでしか多分伝えれないんですよね。まあいろんな決まりがあると思うので、まあ、いわゆるこの不審物、不審者っていうのは、まあそういうことですね。そうですね、うん、まあ、物体というか、はい、ちょっとこういうのもな、意味深いよな。帽子、まあただの落とし物なんやろうけど、なんかいろんなことを連想させるというか。行きましょう。すごいな、思ったよりすごいよ。まず黄色の吊り橋初めて見た。赤ちゃうかったの？何これ。まあこの下がダム湖ってことなの？はい。なるほどね。これはすごいな。まずこれちょっとゾッとするポイント、その位置が、一回ちょっと覗いてもらっていい？これ。はい。高さ分かりますよね。これね、まあ、40メーターほどの高さはあると思います。で、そんだけの高さあって、手すりの高さ、これですよ。もう、乗り越えれるか。もうそれまずゾッとしますね。この上からも乗り越えれるし、この隙間からも極端な話、まあ、いけるわけよ、はい、やっぱなんかディエゴと一回なんかふざけてさ、こんな話したことあるんだけど、いろんな検証しても俺たちだいぶもう免疫ついてったから、橋から足出してプランプランって刺してみんひんって言ったことある、はいはい、いやそれは怖いっすねみたいな。ここやったらほんまになんか下から手伸びてきて、なんかもう引きずり落とされそう。その恐怖心もあるわ。現実味のない話やけど怖いよね。いやだってこの高さやもんな。ちなみに慰霊碑の場所は多分車止めたところやな。これ黄色に塗り替えてるんですかね。剥げてるところ赤色ですけど。嘘、錆びてるだけ。今ちょっとマップ見てる感じ、やっぱこの下にあるのがまあダム湖なんですよね。で、まあ、車で4分ぐらいの場所にそのダムがあるんですけど、うん、足音、人する。こんなとこ歩くとこないで。動物じゃないやろ。動物じゃないですよ。この先にいるんじゃないですか。え、音聞こえたの下よ。普通にアスファルトの地面でしたよね。
音みたいな音出てんな、はい、小走りで走ってくるような、はい、いやなんか嫌なもん見えてないけど見てこれ下に岩あるまがりこれ這い上がってくるような音やったりするんじゃん。とにかくなんか硬いアスファルトとかこういう石とかの上を走るような感じ、はい、土とか枝を踏むような感じの音じゃなかったもんな。そうですね。こんばんは。誰かいますか。なんか霊とかが出せるような音じゃないぐらいはっきり。そうですね。下ですか。上ですか。大丈夫ですか？困ってませんか？先にいる気がしますけど。道はこっちあるけど、こんなとこから。違うにもガードレールあんねんけど、もともとここも道あったのかな。ですかね。ずっとガードレール続いてる。こっちでももう今はもう道なんかないからな。こっちからは聞こえてなくて、俺この辺から聞こえてたから。なんやろ。まあまあちょっと話の続きしますけど、まあ同じダム湖なんですよ。この上にかかる、まあ、吊り橋なんで、この橋から違和感感じても、まあ、おかしくないんじゃないかなっていう。これ橋の名前ってわかるの？この吊り橋。ここのさ、吊り橋の名前、はい、園花ダムの赤い橋や、はい、今ちょっと調べたんですけど、ダム完成後、赤い橋から飛び降りや、が沈んでいる事件が実際に起きている。でまた上流から遺体が事故により、流れ着くこともよくある。とにかくやっぱりこの場所、水と身投げ多いみたいですね。この橋検証終わってからダムの方行ってみようか。トンネルもあるね。はい、はい、というわけでディエゴ一人タイム行きたいと思います。でまず、線香はもう炊いてあります。こちらごま線香ですね。と同時にですね、トリフィールドもつけていきたいと思います。こんばんは。誰かいますか？なんか若干ね、周りからなんか視線を感じるんですよね。お、今一瞬だけトリフィールド反応しましたね。ちょうどこの辺ですよ、足音を聞こえたの。
めっちゃ足元で、え、なに？誰かいますか？なんか足音聞こえるんですよね。多分今のマイクに入ってるでしょ。ちょっとびっくりしたな、近かったから。すいません、そっちに誰かいますか？とりあえず橋渡りましょう。やっぱね、奥の方ですね。そこが気持ち悪いです。あと、あの足音は確実に人間だったんですけど、一発目聞いたの。でも人の感じ、いる感じしないんですよね。あんながっつり聞こえる時ってマジで人だったっていうパターンが多いんですけど、本当にいないのかな。まずここを普通に歩いてみて、どのあたりがちょっと気持ち悪いかなっていうのを見つけたいと思います。まあ、雰囲気はやっぱすごいですね。ただもともとこれが赤い橋だったってもう分からんぐらいすごい黄色なんですよね。塗り替えられた感がもうないというか、塗り替えられたにしては古すぎるというか、難しいんですけど。でやっぱりどうしても気になるのが奥のはっきり聞こえた足音ですよね。まあ、奥の方で一発スピリットボックスやるのはありかもしれないですね。あれが人の足音じゃないって言われたら相当はっきり聞こえちゃいましたね。この辺りで話してる時にこの下の方から結構な足音が聞こえたんですよね。ひとまずこの場所で、スピリットボックスやっていきたいと思います。こんばんは、ヤーカズと申します。今近くにいらっしゃいましたら声聞かせてもらってもいいですか？少しだけでも声聞かせてもらえませんか？まあ先ほどに比べてやっぱりちょっと薄くなった感じはありますね。ちょっと話しながら進むか。僕が近くを通った時話しかけてもらってもいいですか？ちょっと橋の入り口の方に戻ってきちゃったんですけど、まあ先ほどみたいにあのちょっとしたあの空気の重みであったりとか、鳥肌が立つほど感じるものっていうのがこの橋から消えちゃってますね。もうここにはすでにいない。もうそういう判断しかできないですね。ダムの方移動しましょうか。はい、ということで、ダムに移動しましたね。
書いてますね、あそこ。園原ダム。はい。なんかちょっと想像してたダムとは違うんですけど、まあ、まさかのトンネルとセットなんですね。はい。なんか比較的最近作られたダムっていうのは作りが似てるな。こんな感じの、なんていうの、ほら、見て。段差がある。はいはいはい。なんか結構似てるわ。まあ普通のダムっちゃ普通のダムやねんけどな。もう行ってみるか。乗り越えて。クワガタ？え？何こいつ？かっこいいクワガタ。え、金粉まみれじゃないですか。いや、ちょっと気持ち悪いけど。ほら、金粉まみれがちょっとよく分からへんけど。え、さっきキラキラしてるな。ほら、え、これなんか珍しないか、なんかすごく。頭の形見たことないですもん、これ。え、なあ、こっちはマネージャーにとりあえず一回。はい、渡してくる。ああ、もう仕事を忘れてもクワガタなことで頭いっぱいですね。分かった。宮間ゴキブリや。あ、ゴキブリ。ちょっと。宮間のこぎり、宮間のこぎり、メンバーに入ります。よろしくお願いします。名前は宮子かな。宮子、うん、メスなんですか。原田龍二さんの、座敷わらし、はい、もう宮子ちゃん。いや、すごい良かったよ。あれは宮間でしたね。ここにもいる。撮影してるんですけど。めちゃめちゃ心霊の。ダメです。奈良市民ホラーチャンネル。なんかほんまにこのやっぱ最近作られたダム、はい、やからほんまになんか厳重なんですよ。なんかいちいちこんな感じで足元ちょっと段差ありとか、これ乗り越えてはいけませんの看板先にもあったし、で一応この対策として二重なんですよ。関係者以外入られへんこの通路、はい、通常であればこの手すりだけですからいう二重対策されてるんで素晴らしいですよね。でやっぱどん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 このこういう感じで、まあ、身投げ防止対策はしていってるってことですね。だってな、至る所にこうやって看板貼ってやってる。要するに、まあ、多かったって話なんですけど、ね、そうですね、昔あったからっていうあれなんですかね、うん、そうだな。ダムとこのトンネルはもう結構セットのとこ多くなってましたね。なんかこのトンネルなんかすごいっすね。すごいな、もう窓開いてるぐらい変やな。はい、ひたすらなんか続きそうなトンネルというか一生同じ景色やった。マジでつまめ続くの上から見たらこれもまんまるちゃう。一周してるんじゃないですか。おそらくこれ左にカーブになってるよ、はい、ここに繋がるのがずっとこの山道歩いていけばさっきの吊り橋に繋がるんですよ。地図的にそんな感じでした。うわ、かっこよ。なんかトンネルがかっこいいっす、これ。あ、これじゃなくて？あ、はい。雰囲気がな。はい。めっちゃいい感じがしてる。いい感じです。まあでも、まあ、確かにな、こうやって見たら確かに雰囲気はあるんかもしれへんな。そうっすね。まあ明るいけど心霊トンネルって言われてもいいような雰囲気ですね。車でバーって通った時に、まあ、これが髪の毛に見えて、そうですね、これが顔に見えたりとかするのかな。
この場所の恐怖レベルはどれくらいですか？3ですね。はい、セットなんであれば3です。吊り橋にはいてもおかしくない、そんな感じはしました。はい、次行きましょう。やばい。足音。危ね。押されるとこでしたね。また数値上がった。近くいてるんですね、今。